5cm フラック41とは、ドイツ国防軍が使用していた、合計 50mm の対空機関砲である。本砲は3、7cm 対空機関砲と 8.8cm 降射砲の有効射程のギャップを埋める、大口径重機関砲として開発された。しかし、発射速度が遅く、重量のある砲に対し手動式では、旋回が遅すぎ、 また発砲時の振動やマズルフラッシュが激しいのも不評であり、結局1941年から200問のみの少数生産に終わった。不評にもかかわらず使用は続けられ、終戦時にはまだ40問以上が残存していたという。第2次世界大戦末期には、後継として5.5センチメートルがい、e、と58機関砲が試作されているが、実用化前に終戦を迎え、 ソビート連邦軍により発展型の 57mmS-60 として完成している。本砲は固定校舎砲陣地で用いられたほか、ゾンダーアンハンガー204に搭載され、牽引移動できるものもあった。また SD-KFZ7 に搭載して自走砲化した 5cm フラック42アウフズグクラフトワガンハットンが試作されている。 さらにベンツ 4500A トラックに搭載した自走砲も作られた。他にもメーベルワーゲンの武装の候補の一つとされていたが、これは採用されなかった。ありがとうございます。